はい、楽器ねつける時この棒が出てるところあるでしょ、こっちに自分のこう手首っていうかが来るようにするのね。いつもカホちゃんつける時にこうやってつけてるんじゃないかと思うんだ。さっきもそうなってたのね。うん、だからこうやってこうやってこうやって回してっていうことはこれはダメです。うん、だから棒が向いてる方をちゃんと持つよね。うん、このまんまこれで入れる。はい、で置く時もこうやってやったりとかしてこう置くんではなくって、この状態を左側にちょこっとずらせばいいからね。ネジして、そしたらこのままこうやって置けばいいね。うん、だからここの部分がサックスはすごく大事なところなのね。はい、うん、だからここをまずこういう風な感じになったりとかしないように、うん、まずは覚えて、ね、分かりました。うん、こんな感じね。うん、はい、じゃあ自分でやってみます。はい、あ、じゃあこれは、なりすぎてるから、うん、もうちょっと唇中に入れて、はい、でもう少しだけ口に力があるともう少し音が良くなるかな。分かりました。はい、もう一回だけやってみよう。どう？するのはこれ初めて。あ、吹くのは初めてです、ね、初めて。読めてた音は。はい。本当？そこはだいぶ読むようになりました。じゃあ先にちょっと歌ってみようか。はい、そうからね。3、はい、ソーラーソーラーシー、うん、ラーシーラーシーラー、うん、先もあるよ。はい、あ、すいません、そうだったんだ。しら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 しそう。はい、あ、かほちゃんはこれから少し、はい、やらなきゃいけないことが、サックスと一緒にやる、サックスをやるにあたってもすごく大事なことなんだけど、音程ね、うん、ソとラね、スケールはいいよね。これつけるのつけられます、ね、うん、そう、それに、はい、ドとかレ、ドの音よりも音程が高くなっていくとか下がっていくとかってあるよね。うん、でね、かおちゃん今ソの音読んでるんだけれども、ソの音とラの音の音程の関係が合わないのね。うん、あ、うん、ソの音よりもラの方が高いでしょ。ソーラーみたいな。あ、まあそう、まあ、いわゆるそういうことね。で、歌を歌えるっていう、いい、なんていうのかな、声でとかさ、いい、なんていうのかな、発声でっていう歌の感じはなくてもいいんだけれども、ちょっとこうやって口ずさんだ時にソーラーソーラーって同じ音にこう戻ってる感覚っていうかね、うん、あ、そういうのもちょっとずつイメージした方がいいかなと思うんだよね。伊藤さんと一緒にやった時にほら歌をもう歌ってるでしょ、はい、うん、あれにだって 音符っていうか音程ってついてるからね、うん、だからまあそこもゆくゆくはやっていくように、はい、うん、するね。はい、指をか、ま、やりながら歌ってみよう。ソーさん、はい、ソーラーソーラーシー、うんうん、
らしらしら、うんうん、しらしらし、うんうん、らしらしそう。そう、そういう音程のことね。だからサックスって指使いだけ覚えればその音が鳴るんじゃなくって、やっぱり音が落ちてるとか上がってるっていうのもすごく大事だから。そうだ、はい、そうなんだね。三、はい。止まらないっていうのがポイントね。はい、うん、3、はい。ラシラシラ。さっき読んだ通りだよ。はい。はい。ラシラシラ。うんうん。し、うん、し。今日はね、意識してね、はい、いくよ。 A からね、はい、1、2、